ブロック会についてお話したいと思います。学習会は、現在佐古町を8つのブロックに分けて行われます。健康づくり員22名と女性の保健推進員116名がそれぞれが自分の担当地域に入り、そこに町の保健師さんと宅病院、また地区病院の県間の職員さん、栄養士さんたちが、アドバイザーとして加わり、1ブロック20名から25名で、形成されています。テーマは健康づくり員と保健推進員一人一人の意見を聞き、何をどんな形でどう学習するのか自分たちが主体となり決めていきます。私のブロックでは健康のことばかりではなく、以前社会保険庁の不安な年金処理問題が発覚したときは年金についてと題し、本の社会保険事務所の職員を公民館に招きお話をしていただきました。また町でゴミの分別が始まるときにも資源ゴミの行方と題し学習し、実際にゴミのリサイクル処理をしている業者の工場まで視察に行き話を聞いたこともあります。まさに住民主体の活動だと思います。学んだことは4枚の模造紙にまとめ、福祉と健康の集いで発表します。毎年8ブロックの1つが、1つが佐久病院祭に展示され、長野県農村学会でも発表されています。これからも続けていってほしいと思っています。なぜ衛生指導員健康づくり員制度が続けられ地域で、活動されているのか、続けられたというのは、これは加藤先生に追加で急に言われたんですけど、持ったことをそのままただちょっと言ってみました。まず先輩たちがものすごく温かく迎えてくれたこと、もう一番最初の、会議の終わったとかでね、もう先の席が用意されていて、本当にいい雰囲気を作っていただいたのを、男性が健康について真剣に議論しているのに本当に驚きました。これは本当に実感です。会議や活動を重ねるごとに少しずつこの会議の意味が分かってきて、自分はもうちょっと人前で話せたり人の役に立ちたいと思うように活動を通して仲間同士の深いつながりもできるし、いろんな人とのネットワークもしれない。先輩たちがうまいんですよね。質問使い方がうまいって書いてあるんですけども、今も先輩たちとの付き合いが続いています。私が今ここにこう立っているのも、先輩たちの手のひらの上でこう転がされているような、そんなような感じにいたします。まあ、大体こんな感じで並べてみましたけれども、あまり答えにはなってないかもしれないですね。はい。終わりになりますが、実はどこの自治体も大成なので、はい、私たちの町も例外ではなく、佐古町の行政改革大綱も策定で、いろんな事業が見直しの対象となっています。健康づくり委員会もその一つで、佐久病院さんの町で何度か話し合いをしましたが、結局、今年の3月31日で、55年という長い歴史の形を変えることになりました。今後は保健推進員が健康づくり委員会の意思を引き継ぐことになりました。しかしどんな形になるのか、名称はどうするのか、何も決まっていません。今思うと任期中にもう少し何かできたんじゃないか、この時ああすればと反省するばかりですが、それで終わりではありません。衛生指導員 OB 会を発展的なものにした田上 OB 会もありますし、何より、今まで喧嘩したり泣いたり笑ったり一緒に活動してきた仲間がいます。これからもその仲間たちと一緒に何らかの形で町の健康管理活動に関わっていきたいと思っています。今後とも佐久病院や皆さんのご協力をお願いいたしまして、終
わりにしたいと思います。ありがとうございました。砂原さん、ありがとうございました。佐久穂町でこれまで活動されてきたことを丁寧にご報告いただいたと思います。ご質問ある方、挙手していただいてもよろしいですか。どなたかご感想とかでも構わないと思いますので、ご意見等あればお願いいたします。とても興味深いお話をお伺いさせていただきました。ありがとうございました。最後に、ちょっとショックなニュースでしたね。3月31日で、長年にわたった活動を完了しというんでしょうか、卒業しというんでしょうか。次は保健指導員、保健補導員に引き継がれるということで、いやはや何とも残念です。で、2枚目のスライドで、両人事業のところに春夏健康管理、健康管理の合同会議っていう言葉があったんですけど、はい、合同会議の内容と、職種、参加職種を知りたいのですが、一般に合同会議っていうのは、野鳥村、今、佐久穂町の、健康管理事業に携わる人たち、だから、そうですね、福祉関係、保健関係、医療関係、あと野党の職員とか、あと保健みたいな役員、そういう人たちと、あと佐久病院の人とか、特に佐久病院の研修医さんがいて、いつも20人ぐらいだったのかな、それを春の健康管理、合同会議を頼まなかったっていう。そういう方たちが要は一箇所に集まって、会議と言ってるけど運搬の2階なんですよ。その時春にね、みんなで顔を合わせて、名刺交換みたいなものなんだけど、野球やったり見たりやりながら信仰を深めるといいますかね、それが春の運動会なんです。昔は実際にその野鳥本部とかね、山に行ってタラの手を取ってきて原プランにしてで、それで食べるっていうね、そういう流れがあります。で、その夏の健康管理合同管理っていうのは、やっぱりその保健福祉関係の人たちとか、いろんな人が PTA の人とか小野先生とか、その佐久穂町のね、いろんな団体の方が大体集まって、大体120人とか50人くらい集まるかな。それで一つのテーマを決めまして、それについて、大体3人の村の方がお話をして、それについて、大体10人とか12人ぐらいのグループワークをしてました。でそれについてで、提言をグループワークして、提言を出して1枚の用紙にまとめまして、で一番最後のテーマがこういうところで発表されます。テーマはいろいろです。例えば今年自殺問題とか自殺だとかね、そういうところがありました。少子化問題とかね、それは多分これからもまだ続いていくと思います。ありがとうございます。もう一つ質問させていただく時間ございますか。はい、大丈夫ですね。補足が遅れて申し訳ありません。差し支えなければ、所属とお名前などよろしいでしょうか。はい、佐久大学の塚田由紀子でございます。もう一つの点で大変興味深いのは、この衛生指導員、つまり健康スクリーンが男性だけのグループであったと。で、こちら の資料、本を読ませていただきますと、その昭和32年ですか、34年頃、赤痢が流行ったと。はい、で赤痢。一番最初は、昭和28年から30年にかけて、
小泉村、まだ村だったんですけど、八千代村の前身だったんですけども、でその頃に小泉村の責任がね、はいはいはい、大体ありますよ、はい、大体370人ぐらい感染したんですよね。でその頃、ね、その感染の広がりを防ぐために衛生指導員、衛生指導員ではなくて、これは県の指導指示で、あの環境衛生指導員を置けっていう、そういう県からの指示が、あの各市町村にあったんです、はい、その時に指名されたのが、あの全部男性だったというふうに1000人あたり、1000人あたりで1人の委員を出せっていうことだった。だからちょうど八千代村がその当時8000人だったのかな、だからちょうど8人の委員、まあ、を設置したということです。それで、あのご担当なさった何年間、または先輩方から聞かれた間に、あの男性ならではの取り組み、男性だからうまくいったんだとか、あの女性に勝るとも思う、女性でもできるけれども、男性だから、まあ、力仕事も含めてですね、思い切りよくできたとか、これはちょっと自分で誇れる、グループ活動であったっていうようなことがあればお聞かせいただきたいんですが。まあでも男性がこういう意味ってことは、もう私もさっきびっくりしたって書いてあったけど、本当にあの驚きで、健康に関して男性がこういうね組織を作ってやる、そういう舞台に行くと思うんですけれども、あの男性で、そうだな、何かなんか男性で良かったことっていうか、やっぱり男性ってある程度リーダーシップを取るじゃないですか。だから女性陣だとなかなかまとまらないものが、やっぱり男性だと、あの結構まとまるんですよね。男性がその利益的なねことをすると、そこら辺に鍵があるんじゃないかな。はい、ありがとうございました。それからご自身でおっしゃってたもう一つ、タバコをやめたということはあの大いなる成果だとありがとうございます。その通りです、はい、本当に30何年間続けたタバコで、この演劇の最中、さっき隣に作業員さん、和田さんがあの娘役をやってもらったんだけど、私のタバコを吸ってない、本当にこっちに流れて、それで私もそれからその後の打ち上げも一切タバコはしませんでした。ちょっと余談だった。他にご質問等ありますでしょうか。はい、北澤先生お願いいたします。篠原さん、貴重なお話ありがとうございました。あの私も知らなかったこといっぱいありまして、あの大変勉強になりました。あの1点だけ、今の先生と同じようなことなんですけども、その男性だけの衛生指導の中で途中ですね、これ女性入れようよとか、女性入れた方がいいんじゃないかというような話は30年なさってなかったので、あ、十何年なかったですね、途中では。そういう話は、女性を入れようって話は今まで一度もなかったですね。あの衛生指導をなくそうっていう話はあったそうです。だからやっぱ何なんだろうね、団結力みたいなのが結構強かったと思うし、みんな昔の人はね、すごいなって私も思います。ありがとうございます。それでは、あの次のご発表をいただきたいと思います。篠原さん、ありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。